じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの水木で、おそらくは100億の共犯。そして、遥はその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キルーちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。 兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは登場会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。 今どこだ？信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、帰ってる。風間さん生きてたんだね。よかった。桐生、何か当てはあるのか？いや、 まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ。例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか。サイの花屋、この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。 西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も深い匂いの危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。伊達さん、 Hey!
さすがや。 いらっしゃいませ。 さすがや。 またな、 キルちゃん。 おもろいな。 いらっしゃいませ。
何？あの。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
Nani?
てるぜ。
No. Come on.
何？いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
戦いを挑んできたこのコース。今日のレーサーたちはどう攻略するのか。侮れないのがミニちゃんプゾーンだ。油断してるとコースアウトにつながるぞ。頼んだぜ。俺のドンパッチ。恋にポケサーに秀樹くんのバトルは終わらない。カズマくんは秀樹くんの投資にどう立ち向かうのか。注目のカズマくんは青レーンだ。対するは秀樹くんだ。カウントダウンが始まるぞ。 レディアルー。行け。行け。少し出遅れたか。ください。逆転へのブーストだ。先行くぜ。足元をすくわれるなよ。みんなのカスタマイズが光っている。あっと、カズマ君のマシン、周囲陥落。そろそろ本気出せ。 嵐の前の静けさなのか。なかなかいいじゃん。何が起こるかわからないのがポケサーだ。もっと引き離しちゃうよ。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。もっと引き離しちゃうよ。嵐の前の静けさなのか。みんな素晴らしい走りだ。レースも後半戦に突入。素早く体勢を立て直そう。 今日勝てそう。みんなのカスタマイズが光っている。完走で勝負を救われるなよ。もっと頑張れよ。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。いよいよファイナルラップだ。いまいち何が起こるかわからないのがポケサーだ。カズマ君は2位。完走おめでとう。 勝者は秀樹くんだ。くそ。ねえ。Go。 Thank you.
ロスは一筋縄で侮れないのが頼んだぜ。恋にポケさん、注目のカズマくんは青レーンだ。対するは秀樹くんだ。カウントダウンが始まるぞ。よしやるか。少し出遅れたか。もっと足元を救われるなよ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。嵐の前の静けさなのか。カスタマイズが良かったな。ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ。先頭を走る。レースの後半戦に突入。いい調子だ。みんなのカスタマイズが光っている。このままスロットルだ。ここで無慈悲な急…おっと飛び出しそうだ。これが執念の走りだ。堂々の1位。さすがの強さだ。激しい一騎打ちの勝者となったのはカズマくんだ。おめでとう。ふん、俺の勝ちだ。おい。いや。ああ。なに。
いらっしゃいませ。ゆいです。よろしくね。今日はお仕事だったの？いや。そうなんだ。お仕事を辞めちゃったの？うっそ、マジで？やっちゃったの？おいおい、自分から振っといてそれはないでしょ。これ実は聞いてほしいパターンじゃないの？絶対恥ずかしいやつだ。痴漢とか下着泥とかそういうの。でもそれじゃ桐生さんとなら安心してお酒飲めるかも。ん？だって働いてなかったら
高いお酒じゃんじゃん入れたりしないでしょ。お金のこと気にせずにまったり楽しめそう。それはそうだけど、その分面倒なことも多いのよね。何？つまり高いお酒を頼む人はその分見返りも要求してくるというか、アフターくらいならまだしも、その先とか。なるほど。そういうことあっても笑顔でさらっと交わして、もっと高いお酒注文させることがいるけど、よく心が痛まないなって思うの。でもその気にさせておいて後で断ると面倒なことになっちゃいそうじゃない？だから私は初めからいくら貢いでもお客さんには絶対惚れませんっていうことにしてるの。でしょ？まあそういう風に営業仕掛けてるキャバ嬢の方も悪いんだけどね。私はそういうことしてまで自分の順位上げたいとは思わないのよね。それじゃあ、どうぞどうぞ。やっぱり楽しくお酒が飲めるのが一番よね。最近ね、何か習い事始めようかなって思ってるの。ん？他の子を見てて思ったんだけど、やっぱり昼の仕事を持ってる子の方がお客さんとの会話が弾む気がするの。その点、私はお水の経験しかないから、お客さんに聞いた知識くらいしかなくて、そんなに話広がらないんだよね。そうなのよ。それで習い事なら自分のペースで進められるし、途中でやめても誰にも迷惑かからないかなって。なるほど。それが悩んでるんだよね。いざ調べてみるとたくさんあって、何かおすすめあったら教えて。どうだ？定番だね。私もそれ考えた。でもさ、キャバでお客さんと話をするのに料理の話で盛り上がるかな。そうなんだ。じゃあ前向きに考えとこ。教えてくれてありがとうね、キリュウさん。何頼みます？妹がね、整形するって言い出してさ、それでちょっと困ったことになっちゃって。おいおい、
キリュウさん、なんか勘違いしてない？整形って言っても不治整形よ。まぶたを一重から二重にするとかそんな程度。え？もっとすごい子になるとほっぺたとか顎を削ったりするみたいだけど、さすがにそこまではしないから。あ、そうそう、それでね、そのことを知った親が激怒しちゃって、整形なんて絶対ダメって、あんたからもやめるように言いなさいって、私まで巻き込まれちゃって。さすが桐生さん、話がわかる。なんか整形って言葉に過敏すぎる気がするのよね。別に少しくらいしてたっていいじゃないね。えそうだな。ああ、私もタトゥーはさすがにダメって言うかも。確か温泉やプールにも行けなくなるって言うし。え、なんか言った？いや。いや。ありがとうございます。キリュウさん。いらっしゃいませ。ほう。ありがとうございました。いや。
あ、はあ、おい。ああ。いや。あ？
なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。ちゃんと見たか。じゃあ何されても文句ねえな。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ、てめえ。はいはい、ええ、そうです、わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。ボスはどうぞ。
お。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたが才の花や。何の情報が欲しい？登場界の100億、それに由美と水木って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい。おい。10年前、堂島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場界敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。金の使い道を思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここは西の河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。三人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか桐生、これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かったか？準備ができたら声をかけてくれ。またな。準備できたか？おっと、武器か防具を装備しているな。そいつは禁止だ。またな。準備できたか？せいぜい観客を持って。ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ自分の組長をその手にかけた仁義なき国道。
キルカズマ迎え撃つはここまで2人勝ち抜き帝国第9殺人逃亡団ダニエル・フェルドマン。さあ時間無制限ルールなし。次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗ネガスの地下リングチャンピオンゲリー・バスターホーズ。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルザ。即死と復生し、お好みは？その日本語意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。すぐ終わらすね。
極道の勝利。無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。キリュウ、東条会の100億とユミと水木って女の話だったな。東条会三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東条会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば百億男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が効いて呆れるぜ。百億を奪ったのはユミって女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東条会で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで水木の娘遥かか。なんだって？東条会は水木の娘を探している。遥か今俺と一緒にいるんだ。遥か、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった。それが由美か水木ってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれが由美って女か水木って女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？こいつは。驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、地下、何があったんだ？奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか？ボス、10分前の映像です。ん？ボス、トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。
おい。お。はるかが分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。私は引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。桐生、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ええ。あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。その後は知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組の奴らだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。
しぶりやの。キリちゃん、わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。ケルちゃんならわかるやろなあ。おり、笑いどころやないか。笑いや、これボケ。やめろ。ああ、はるかを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおるわ。言うたやろ、キリュウちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで、勝負や。楽しもうやないか。Yeah!
はあ、勝負はついた。はるかを返せ。アホ。死ねや。キリュウ。おやじ。なんで？キリちゃんはな、俺の獲物や。この。こいつをやるのは。わしだけなんじゃ。マジマ。おやじ。おやじ。おい、救急車だ。早くしろや。おじさん。はるか。怖かった。怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん。縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリ。いや。お礼を言ったら、ペンダントは持ってるかって。何のことだ？これ、弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ。お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い。お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん。大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか？ううん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん、顔は覚えてるか？真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？うん。何者なんだ、一体？さあな、一つだけ確かなのは、
俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。おい待てこら！え？おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな！なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口利くんじゃねえぞ。てめえ、恩を後で返す気か。すみません、本当にすみません。この詫びは縁故でも詰めて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すみません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 。たく、風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。気流ならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。